どうもこんにちは、おはようございます。時刻は6時44分、体育の兄さんでございます。静北神城小学校中場所、青って書いて菅って書いてる読めないです、その地方によってね、読み方がね変わるんでね、廃校ですね。こんな朝っぱらから廃校ですね。なんか警告がある、ね、お、この建物は国登録有形文化財だって。見学は自由ですが入ることはできません。 OK です。後ろ側は立ち入り禁止なので敷地内で事故を、あ、なるほどね、後ろに入っちゃいけないってことね。了解です。建物には入っちゃいけないらしいですね。見学は自由ですって書いてあるのはちょっと嬉しいね。外観のみの見学をお願いします。はい、こんな感じです。なんかね、真っ暗で分かんないね。ちょっとゴーストショー開いてるけどね、全然喋んないし、ちょっと一回ほっとこうか。一応ね、中には入っちゃいけませんって書いてある。ライトだけ持ってきました。こういう感じですね。あー、でもまあまあ鏡がありよ。あ、これあの右側に映ってるのうちの手ですよ。こうすればいいか、ね、このこっちの後ろ側は立ち入り禁止らしいんで行かないです、ね、なるほどね、まあ、ちゃんとこうやって見学できるのは嬉しいわ。病院みたいな作りだな。はい、中はこんな感じです。知ってるかしら、なんかある。ちょっとね、朝早く来すぎたね。行ってくださいって言った今。あ、行ってくださいだって。はい、じゃあ行きます。なんか学校行くと行ってくださいって言われるな。あ、ここさっき行くか。モンパイヤさんはね、興奮して眠れなかったらしいです。中はこんな感じです。ちゃんと教室になってるんですかね。私全然見えてないんですけど、ね、全然見えてないけど。すげえな。中照らすよ。こんな感じ。あ、でも中何もないんだね。誰かいたりして。まあ、国指定文化財なんで、ここに来て、なんか今日は明るいな、声が。そういう声が、声が、水使えんの？あ、ごめん、使えた。文校と普通の学校の違いよく分かってないんだけど、中はこんな、なんか言ってるな。なんだ、言ってねえか、気のせいか。ここへ来てって言ったけど、
ここも教室だよね。まあ一応ね、草履できちゃったんでね、歩きてってて。おはよう。これ水につけたら出てきそうだね、ハリガネムシ。私は彼女にいました。ああ、あのカマキリ彼女なのね。じゃあこれから卵を産むのかな。これなんだろう。傷。はい、こんな感じですね。お、ちゃんと映ってんじゃん。暗いけど。職員室らしいものがないな。教室もここの隙間から見えるけど、職員室らしいものないですよね。あの公民館が職員室だったのかしら。はい。天気、はい、今日はね、さっきまで大雨でした。分校なんだろう多分ね。あ、そっか、こっちが職員室、さっきのところが職員室。まあ、全体図はこういう感じですね。天気はね、今日はこういう感じの曇りっすよ。雨が上がりまして、職員室はここなのかな。やっぱそれにしてもちっちゃいよな。こっちが職員室だったのかな。でも公民館って書いてあったし、もしかすると取り壊しちゃって公民館になったのかもしれないね。はい、以上。何でしたっけ。あ、ご視聴ありがとうございました。静、北、尋常、小学校、青って書いて、すがって書いて、の学校でした。ね、まあ後で調べてボーンって書いとくわ。はい、以上です。次参ります。